日本農園ワクチンは、日本農園の予防に使われるワクチンである。ワクチンの効果は90%以上であるが、抗体保有率に関しては明らかではなく、時間の経過に伴い効果が下がると思われる。接種法は、筋肉注射か、皮下注射である。日本農園が発症する国家では、定期予防接種の一環として、ワクチンの接種を推奨している。 投与回数はワクチンの方によって異なるが1回または2回である。一般的に日本農園がよく見られる地域では再投与の必要はない。後天性免疫不全症候群または妊娠中の人が予防接種を受ける場合は不活化ワクチンを使うべきである。日本農園が発症する地域で屋外活動をする予定の旅行者への予防接種が推奨される。 日本農園ワクチンは比較的安全なワクチンである。投与の際、選手の赤みと痛みが起こりうる。2015年までに15種類の日本農園ワクチンが開発されており、大きく分けて遺伝的組み換え DNA 技術、生ワクチン、不活化ワクチンがある。日本農園ワクチンは1930年代から使われるようになった。 このワクチンは風必須医薬品モデルリストに記載されており基礎的な医療制度で重要視されている医薬品であるアメリカ合衆国では100から200ベドルで予防接種が受けられる2016年現在日本で用いられている日本の応援ワクチンはいずれも不活化ワクチンで非可投与される日本の応援ウイルス北京株を米ロ細胞で増殖させ 得られたウイルスを採取し、ホルマリンで不活化した後、硫酸プロタミンで処理し、腸炎心法で生成し、安定剤を加え充填した後、凍結乾燥したものである。製造工程で、牛清お及び豚油ライトリプシンを使用している。ありがとうございます。